はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新イベント群雄割拠、というね、モンスタータイプ、天族と悪魔族、しか使ってはいけないというね、特殊レギュレーションのイベントが7月の19日から7月の31日に開催されるということが決定をいたしまして、はい、まあ詳細はちょっとこのイベント詳細っていうのを読んでいただければなと思うんですけども、まあ簡単に言うと天使と悪魔しか使っちゃいけないっていう、まあ縛りの中でデッキを組んで戦ってみましょうっていうイベントですね。まあイベントはね、まあ基本的には好きなデッキ使えばいいと思います。はい、いいと思うんですけども、まあ一応ね、あのおすすめのデッキいくつかあるのでご紹介していきましょう。レンタルデッキがそもそもね結構強そうで、あの機械天使、ラビリンス、ファーニマルっていう、あの3種類があるんですけど、まあ、機械天使はちょっとわかんねえけどいけんのかな、これいけ、わかんねえけど、このラビリンスはね多分ね、あのレンタルデッキであの十分なんか強そう、普通に。まあ、ちょっと入ってるトラップが弱えっていう話はあるけど、なんかね普通に強そうです、これ。はい、あのラビレンス自体がめっちゃ強いんでね。はい、とあとファーニマル、ファーニマルもまあまあ高校マックリーのデッキになるんですけども、まあ手数は結構出るんでね、強そうかなと思ってますね。あのね、基本的にはね、おすすめなのはね、先行取るデッキ握ることですよ。ぶっちゃけね、イベントなんか高校マックリーしようと思うとやっぱパワー使うし、相手の場面まくるのに、まあそれが楽しいっていう人ももちろんいると思うけどね、いると思うけど、やっぱ先行で制圧しちゃった方が周回効率はいいと思います、個人的には。はい、なんで先行でちゃんと強いデッキを握るのが一番いいかなと思っております。相手ね、あの先行展開強かったらサレンダーしてくれるかもしれないからね。デッキ紹介していきましょう。まずはラビリンスですね。ラビリンスはね、さすがにだってランクまで今マスター1報告、まあね結構上がってるレベルで強いのに、なんかイベントでまあほぼ手札誘発なしの状態でだってなんかゴリゴリフルパワーで使えるので、逆になんか手札誘発飛んでこないからうらら打たれないんですよ。ビッグウェルカムにもウェルカムにもうらら打たれないんで絶対通るんですよ、これ。さすがに強いでしょということですね。で、ギミックは本当にラビリンスギミックなんですけど、どうやって相手のまあ対策札を目立っていくかが重要になってくるかな。まあ、ラビリンスフェスティバルになると思うんだよな、もうもはやラビリンスミラー頻発するんじゃないかなと思ってて、でじゃあどうやって勝てばいいかっていう話なんですけども、まずね、抹殺の指名者は多分強いですね、これミラーにおいても。はい、まず入れていただいた方がいいかなと思うのと、あと神戦ですね。はい、あの神戦カウンタートラップなんでなんかチェーンできないから、あのこれでなんか相手のまあビッグウェルカムとか止めていけばいいかなと思うし、入れられる余裕あるんだったら神2とか神系まで積んじゃってもいいかなっていうレベルですね。はい、ああいうカウンタートラップは普通に強いと思います。あと環境的に天使と悪魔しかいないんで、天狼接獄はかなり強いと思いますね。なんで天狼接獄をぶち込んでもらって、で相手のこれ要はレディのが硬いから、これ耐性すごい強いじゃないですか。相手の効果が対象ならず効果が対象ならないセットカードがあるとという、まあこの耐性があるんで、これ無視して天狼接獄だったら除外できるんで、これ多分強いと思うんだよね。はい、なんでこの辺ぶち込んでいっていただければなというふうに思いますね。はい、で拮抗勝負もしかしたら結構飛んでくるかもしれないんで、まあそういう意味でも神の宣告とか強いと思うし、あと拮抗勝負を抹殺できるように一応1枚入れといて、まあ、高校まくりでも使えるようにみたいな、ね、感じで組んでますね、個人的には。はい、ほんと使える誘発マジで天使と悪魔なんで、スカルマイスターとかバーミリオンデクレアラーみたいなカードしかないので、まあ基本的にはあんまり飛んでこないと思っていいですね。はい、無限保養くらい、あの汎用カードで使えるのなんで、気持ちよく先行展開して、分からせてください相手を。2つ目はね、呪眼ですね。呪眼もね診断で強化されてるんですけども、これ頭おかしいカード来てましてね、これは、まあ、動画にしたんでよかったら見てください。最多の呪眼っていうカード、これ1枚が4枚分ぐらいの仕事する やばいすぎるカードなんですよ、これ1枚で愚かな埋葬して愚かな服装してで、アームズコールしながらなんか相手のターンでなんか装備カードをリンクモンスター装備するみたいな、もう本当にやばいカードなんですけど、これが来たことによってなんかすごいね強くなってるんですよね、呪眼って。でしかもね、呪眼のいいところってね、回し方あんまむずくないんですよ。なんかそんなになんか難しいルートとかなくて、なんか結構シンプルに回せるのがいいところで、しかも汎用カードも結構入れられるんですよね。で、今回も先行に画用せしてるんで、神罠をゴリゴリに入れました。神の罠全部使えるんですよ、神戦、神系、神通とか。なんで、この辺のカードをね、で使って分からしていこうという感じですね。一応高校まくりカードはもうほんと拮抗勝負ぐらいでもう先行に頑張ります。先行を取って神の罠と呪眼の罠と、呪眼モンスターおよび、まあ、デスマキナあたりで制圧して分からしてください。このデッキめっちゃ多分強いです。はい、ランクまでも全然通用するレベルなんで。
二つ目はですね、破壊ラビリンスですね。まあ、破壊入ってます。まあ、破壊単体で組んでも全然いいと思うんですけど、これランク前用の構築で紹介しようかなと最初思ってたデッキで、まあイベントが来たんで、せっかくだからイベント用にも組んできました。ラビリンス と、破壊組み合わせてまして、破壊っていうギミックがどういうギミックかっていうと、破壊されると、自分が戦闘効果で破壊されると、手札デッキからなんか破壊モンスター出せるよみたいな効果ありまして、これすっげーなんか鬱陶しいんですよ、破壊って下がってると。まあ鬱陶しいってことは強いってことなんですけど、この辺のモンスターが全部そうで、破壊されるとなんか破壊出してくるみたいな、まあそんな感じの効果ですね。で、魔法トラップも同じ感じで、破壊されると破壊出すっていう効果なんですよ。だからこの辺のカードを自分で叩き割って、展開していったり、相手に破壊されたら、展開できたり、まあそんな感じのデッキですね。で、そこに、ラビネスを組み合わせてまして、何が相性がいいかっていうと、破壊はね、通常トラップがかなり多いんですね。で、一番の効果が、破壊系の効果、なんか、例えばこいつだったら、相手のカードと破壊カードを、破壊モンスターを破壊するっていう効果で、破壊阻却であれば手札墓地から破壊モンスターを通しますよっていう効果なんですよ。まあ、こういうモンス、カードの効果にチェーンしてなんかレディーが出てこれたりね、レディーでこの辺のカードをセットできたり、まあ、そういう動きがあるので、まあ、結構相性がいいんです。なので、ラビリンスと破壊をぶん混ぜて、回していきましょうという感じですね。で、さっき の、 あのデッキでも言ったように天狼接続とかね、この辺は強いんで、まあ、入れてもらっていいかなと思うのと、まあ幕切り札を許さないように、まあ、神の宣告とか、まあ、ハービーのハニボーキとかね、まあ、そういうのはあんまり聞かないんですけど、このデッキ。なんか魔法トラップが破壊されると、なんか出てくるからいっぱい、湧いてくるから。これね、調整会で使ってたんですけど、マジでうざいっす。このデッキ。破壊したらなんかわらわら湧いてくるからめっちゃうざい。なんで、結構おすすめ。で、しかもね、安い。すげえ安い。見て。メインデッキ。破壊モンスターとか破壊魔法トラップめっちゃ安いでしょ。まあ、エクストラにライゴーが入ってるぐらいで、ほんと安いから、めっちゃおすすめですね。はい。ぜひ使ってみてください。4つ目、打天使デスピアデッキ。これね、僕自分で回したことがなくて、ちょっといろいろ勉強してね、今回の調整会で使ってみたデッキなんですけども、ルシフェルマジでかっけえし強いな。これ俺ちょっとこれなんか使ってなかったこと後悔したわ。めっちゃ強いこれ。これ融合召喚条件がかなり重いんですけども、デスピア入れとくと結構出るんですよ。アルベルとかが闇属性の天使族で、融合召喚条件が闇属性天使族なんですよね。これかける3ルシフェルが、なんで結構楽園の劇場とかこういうカードでバンバン出していけるようになってるんですけども、ルシフェル君が何するかっていうと、まずね、硬いんですよね。このカードはモンスターの人の中で自分のフィールドの天使族モンスター効果出してならないということで硬いです。で、自分相手のメインフェーズに天使族手札墓地から特殊召喚できるということで、まあ、打天使ととても相性がいいですね。まあ打天使ネームだし。で、ルシフェルを素材にして融合召喚に成功したら相手のフィールドのカードを全部パスするっていう、まあ、非常に豪快な効果もしますんで、これ結構かっこよくて強い、うん、で、まあ、打天使ムーブで基本的にはデッキを回転させて、まあ、ドローをめっちゃ加速させて回して、で、デスピアで融合していくみたいなイメージですね。はい。楽園開幕とかも入ってるんで、まあ、リンクできないこともあるんですけども、融合モンスターバンバン並べて、戦っていけば、まあ、別にその辺は問題ないかなっていう気はしますね。はい。で、ちょっと汎用札入れるわけないんですよ、このデッキ。結構自分のメインギミックでかなり枠取るんで、なんでちょっとそこだけが問題点かな。無限紅葉ぐらいしかちょっと俺入れてないんですけど、まあ先行取ってぶん回してルシフェル爆誕させれば相手の心折れるでしょということで。打天使デスピア使いたい方はぜひね、組んでみて使ってみてください。5つ目は、暗黒界ですね。暗黒界はですね、ふざけました正直。クソレッキーとなってます。ぶっちゃけこれどういうギミックを狙っていくかっていうとね、対話拒否していきます。超魔人井戸っていうモンスター、これ送りつけます相手に。暗黒界行って井戸送りつけられるんですよ。これセルリーの効果が相手の捨てられると相手の番に特殊召喚されて自分の手札を捨てるっていう効果になるんですけども、これ相手の効果で捨てられたことになるので、ケルトをね、捨てると、ケルト捨てるとケルトは相手の効果で捨てられると自分特殊召喚しながら、デッキから悪魔族モンスター自分かまたは相手の番に出せるということで、この効果によって井戸を送りつけるっていう、まあ、そういうギミックですね。はい。これをね、やっていきたい。でね、未開期暗黒界っていうデッキ多分一回ご紹介させていただいたと思うんですけども、あれね、ちょっと組みにくいです、非常に。未開期暗黒にはならなそうです。なんでかっていうと、悪魔族と天使族縛りがあるんで、未開期がそもそもね、こいつしかいないんですよ、悪魔族。なんで、ちょっとね、若干、気持ち悪いな、こいつ。こいつがね、ちょっとね、
こいつしかいなくて未開域 の、 枚数が足りないっていうところがあって、で、今回入れたのは、レイブンとあと、何これ、ザラマンデル、カタライザーっていうカード、これ入れました。これ、あの手札を捨てることができるカードになってまして、まあ、この辺で、ちなみにこっち中のね、この辺のモンスターを使ってなんか手札を捨てていくっていう感じになりますね。で、セルリレイン、セルリケルトを手札に集めて、でこれを、起動させていく。で、移動を送りつけるっていう感じで、移動を送りつけた後にこいつ自爆特攻されると、その特殊召喚ロックとか召喚ロック解除されちゃうんで、移動を送りつけた後はね、自分の場にまず打点が高いモンスターは守備で置いてください。例えばまあ竜神王グラファーとか、あーまあこの辺の融合系の、モンスターじゃなくてもいいんだけど、この辺のモンスターは全部守備で置いてください。守備で置いて、でリンクモンスターは打点が低いやつをあの並べてください。打点が高いやつ置いちゃうと守備できないから、普通に分、自爆特攻されて、移動ロック解除されちゃうんで、この辺は先行で出さないようにしまして、まあ、なるべくね、出さないようにしまして、で、ザコリンクモンスタープラス、なんか、横高い暗黒界みたいな感じで埋めて、で、移動でロックする。で、3ターン目にケルトっていくみたいなイメージで回していただければ、勝てると思います。はい。ぶっちゃけ成功率、あんま高くないっす。はい。やっぱね、コンボパーツ揃えるの結構大変なんだよね、暗黒回路ないから。だから、まあ、ぶっちゃけネタデッキの枠は出ないかなと思ってる、このギミック自体は。はい、もうちょっと純正に用すればいけるのか知らないけど、なんで使う人はクソデッキが好きな方はおすすめなので使ってみてください。はい、6つ目、魔界劇団ですね。魔界劇団はな、先行やることないんだわ、やっぱりどこまで行っても。で、なんかヤブヘビ破壊したらいけるかなと思ったけど、ヤブヘビで破壊してなんかあんま強そうなモンスターいなかったんだよね、なんか悪魔と天使って。なんで、今回はちょっと高校に寄せて、高校で満喫していく構築にしました。はい、正直ね、イベントでね、高校でまくっていくのってあんま僕は個人的にはおすすめじゃないんですよね。先行で制圧しちゃった方が周回速度が速いと思ってるからです。ただまあ高校まくっていくことに快感を覚えるっていうね、人もいると思うので、まあそういう方はぜひ使ってみてください。高校まくりカードいっぱい入れました。まあ、例えばサンダーボルト、まあちょっとラビリンスにはあんま効かないかもしれないけど、サンダーボルト、ハーピーの張り棒機、ライトニングストーム、レッドリブート、この辺ですね。この辺のカードを使って、まあラビリンスを目立っていきたい。で、無限抱擁とかは一応手札一発として非常に強いので、ここギリ行ってもらって、まあこの辺で止めていくっていう感じですかね。で、展開自体は魔界劇団の動画出してるんで、そっち見ていただければわかると思います。楽しいデッキです。非常に展開力もあって。はい、まあ問題点は先行やることがないっていうくらいなんで、魔王の降臨とか耐えちゃいしね。はい、これのカードバンバン使って、高校でガンガンワンキルを決めてください。7つ目はね、ファーニマルですね。ファーニマルも、高校用デッキになっております。はい、まあさっきのね、魔界劇団よりかはなんかおすすめな気がするわ、ファーニマル。なんかね、手数も結構多いし、割とまかりやすくはあるんだよね。これ調整会で使ってた感じ、まあそこそこやるかなって感じだな。ちょっとラビリンスに勝てるかどうかって言われると、レッドリブート系になってくるところはある気がするけど、まあ一応バックアがいっぱい入れてまして、ハービンハリボーキとかライトニングストームとか、レッドリブートみたいなカードをまあゴリゴリ積んでまして、この辺のカードでまあ一応ね、バックは破壊して、で前のモンスターはこの辺の、デストイシザータイガーとか使って、まあ、破壊していけばいいかなっていう感じですね。すごいね、手数出るんですよ。めっちゃ融合できるんですよ、ファーニマルって。これ使ったことある人じゃないと分かんないんですけど、本当に融合してんのになんか手数増えてるみたいな状況になるんですよね。まあ、エッジンプチェーンとか有名なんで知ってると思いますけど、エッジンプチェーンとか、あとこのパッチワークとか、このペンギンとか、なんかすごいね、アドバンテージ獲得能力がやばいカードがいっぱいあるから。あと一番やばいのはこのファーニマルウィングっていうカードね。この辺がなんか融合してるのに手とか全然変なくて、なんかバンバン融合していけるんで楽しいですよ、これは。なんで高校まくり、好きな方はぜひ組んでみてください。8つ目、 DD。 これはですね、私 DD そんなに詳しくないんで、詳しい方に丸投げしまして、デッキ作ってくれっつって、軍友割拠用のデッキをね、うちの、幹部会のメンバーの、メンバーシップのね、メンバーで、レッドリーグ第1回優勝してる、ハウルさんっていうのが DD 使いがいるんですけども、に、組んでもらいました。なんで、普通に強いと思います。ギミック自体は。DD はね、かなり先行展開強いですし、まあ、高校もね、結構まくっていける構築になってるので、まあ、引っ越し勝負とか無限砲とかガンガン入ってますし、まあ、リブートとかも入ってますし、まあ、これのカードでまくっていけるんで、強いと思います。
まあちょっとね、回し方が難しいっていうのがやっぱ一番の難点だよね、このデッキは。なんで、DDA に精通した方であれば使っていただければと思いますね。精通しなくて、こっから回そうっていう人は、かなり覚悟して練習してください。これイベント中使ってれば回せるかって言われると、そんなことないから、このデッキ。難しいからね。これ手出すときは気をつけて。こっからはね、おまけなんですけど、他にもね、ちょっとデッキレシピは組んでないんですけど、使えそうな、デッキテーマ、いくつかご紹介していきたいと思います。まずはね、まあ、永続トラップが死んでるんですけど、ルーンが、まあ、一応、融合モンスターが天使族なんですよね。なんで、まあ、ルーンは、まあ、ワンチャンありそう。なんか、永続トラップで縛り付けることができないから、なんかそこがちょっとね、どうなのかなっていうところはあるんだけどね。なんだけど、ルーン自体になんか制限が特にかかっているわけじゃないので、まあ、この辺は全部使えるから、組み合わせによっては結構強いデッキできるかもしれない。あとは、まあ、天気ですね、天気。天気はね、スキルドレインがな、ないからな、ちょっとその辺が、どうなのかちょっとわかんないですけど、まあ、怪獣は、ちなみに、ラディアンが、使えます。悪魔族なんで。はい、これです。これ使えるんで、天気もワンチャンありそう。ちょっと永続トラップ系の、縛り付ける永続トラップ系があんま、リミットかかってないので、なんで、ちょっと、若干、不安点ってところ。あと、トリックスターですね。トリックスターはなんか、普通にギミックとしても強いし、先行暗記でもできそうだから。なんか拷問部屋系を。悪夢の拷問部屋軸で、先行暗記とかは、なんかできそうな気がするから、これね、これが使って。なんで、まあ、これ結構、組んでみたら面白いんじゃないかな、と思ってますね。あとね、マダンですね。マダン。マダンはね、一応ね、悪魔族でレベル4以下が多いので、ラビリンスとワンチャン組み合わせられそうな気はしますけど、ただそれだったら普通にラビリンス使った方が多分強いと思うから、まあマダン、まあワンチャンありそうかな。まあ、ちょっとね、ラビリンスが強そうすぎるんだよね、このイベント。なんでラビリンスに勝てるかと言われるとなんか怪しい気がするんだけど、まあラビリンスと混ぜることによってなんかバケモンみたいなデッキができる可能性はあるからといったところですね。はい。あとはインフェルノイドですね。インフェルノイドはね、ちょっと白雪がないんだよな。一応なんかモンスターゲートとか芝刈りとか全部使えるんですよ。モンスターって出てるか、モンスターゲートとかこれとか、あと芝刈りね、これも使えます。あと名推理、これも使えますと。だから墓地小屋しギミックめちゃくちゃ入れられるんですよ。だからイベント自体は多分ね、まあありかなと、ギミック上ありかなと思ってんだけど、白雪が使えなくて、なんか魔法使いだからね。だから白雪の代用モンスターってなんかいないじゃないですか、白雪。あれがね使えないから、そうだから、あれがないと大丈夫かなっていうのはあるんだけど、ただギミック自体は、メインギミック自体はがっつりと全部ノーリミットで使えるので、まあインフェルノイドもワンチャンありそうな気はします。はい。あとね、最後に、夢明けをですね。はい。これはなんか、一部のファンから熱い信頼があるこの、夢明けというテーマ。これもね、結構一番初動が強いテーマになってるんで、はい、これも、まあ、こういうイベントだからこそ活躍できるテーマだと思ってるから、ぜひね、好きな人は使ってみてください。はい。以上です。他にもね、こんなテーマ強そうですとか、こんなデッキなんか強かったですみたいなのがあったら、ぜひねコメント欄に残していっていただけるととってもね参考になりますので、ぜひ皆さんの、貴重なご意見をはいください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。イベント楽しみましょう。じゃあね。